こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、香炉です。真っ赤に燃え盛る囲炉裏、修行熟達のところ、また、丹精の赤いこと、丹精とは誠の心、真心に例えます。さらに、香炉上一点の雪という句を想起させます。で、今から香炉を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。